どうも、ボヒケンです。ちょっと今、ちょっと腰が。いや、全然平気ですよ。くーちゃん散歩の距離が長くて。まあ、歩いてる分にはいいですよね。これでちょっとね、座ってたらね、こうなっちゃう。まあ、もうすぐ治りますよ。いや、昨日の定休日はちょっと久しぶりにジョコンダさんを乗り回しましたね。楽しかった。さて、そんな感じで今日も、作業をやっていきましょう。しかし昨日は暑かったけど今日も暑くなりそうだな。ジョコンダさん乗ってて、まあ走ってるとねすごい風が入っていて涼しいんですけどね。去年はほらもう6月ぐらいから真夏の暑さが続いてたじゃないですか。ジョコンダさんはエアコンついてないもんね。あの本当に真夏の気候は乗らないようにしてるんですよ。暑くて死んじゃうんで。で去年はだもんで6、7、8、9 10月にもあんま乗んなかったな。あ、なんかすごい暑い日がずっと続いてましたもんね。6月からエアコン付き、あの使い出しましたもんね。今年はまだそこまでにはならないといいな。まあそんな感じでやっていきましょう。昨日ね、オーナー様、ちょっと待って、座るから。ちょっと待って、座れねえじゃん。パーツが到着しております。ダダーンと。よし。そんな感じでね、ちょっとね、組み込んじゃいましょう。はい。それではやっていきます。今ね一応念のために全てのボルト穴が一緒かなと思って試したんですけどダメだ。こっち側だとこのサイズなんですよ。このサイズ、ね、新しい方はで古い方だとスカスカ、サイズが違う。いやー、ダメだダメだこれ。他は一緒なのに、他の穴は一緒なのにここだけ違う。配管を作り直そうにもこのフィッティングとこのこっちの配管はね太いのはあるんですよ。でも細い方がないんだな。キャディちゃんの配管どのぐらいの太さだ。こっち作り変えることもできるぞ。潜って見てみます。ダメですね、こっちの方が太い配管で作られている。あのこのフィッティングの配管より細太いやつで作られてますね。ダメだこれじゃあ。同じ太さだったら入ったけどな。一応昨日ねこれ師匠のとこに、取り行った時にちょっと品番が違うんですって。だもんで入るかどうか試して、ダメだったらまた持って帰ってきてって言われてたんで、後でね持っていきますね。でもこれでない場合は多分国外注文っていう形になるんだよね。まあちょっと後で、あ、まあいいや、後でちょっとね。あ、いって残念だけどどうしようもありません。まあラジエーターホースも到着したのでちょっと
ラジエーターホースの方やりましょう。ちょっとこっちのラジエーター、新しい方のホースを、元のやつ、よいしょ、長さを揃えてちょっとカットしますね。このテープのところで。はい。はい、ではまず今、コホースをここに挿して、あそこへぶっ刺す。幸いにもこのキャディちゃんのラジエーター、ここの刺さる部分が結構長いんですよ。で、先っぽにやっぱりこの引っかかりの部分があるので、引っかかりの部分があると助かる。よし。一応ね、念のため一番奥まで入れますけど、角度的に最初のやつもそうだったんですけど、こういう風にははまらないのよね。こういう感じではまるんだね。うん。ちょっと待って。で、これで一番奥まで入れると、ここだ。で、ここのくびれの下でベルトをかけると。よし、そうだな。で、まぁ、ちょっと怖いのが、前も言ったと思うんですけど、このウォーターポンプ引っかかりがないので、何もないタイプなので、なので抜けたのは多分上側ですよね。下は抜けないと思うんだ。ちょっと待って。うん。まぁ、ちょっとね、そんな感じで、ああ、なんとか知恵を絞って、ちょっとやっていきます。うん、はい、取り付け完了。上も下もバッチリ止めました。これで抜けちゃうようだったらあれだな、もう抜けないと思うけどね、こんだけ閉まってれば。よし、じゃあ水を入れていきますか。ちょっと掃除します。その前にびちゃびちゃになってんので。そうでした、このキャディちゃんはまらないんだった。無理っくりやるとね、なんとかはまるんだけど、取れなくなっちゃうんだよな。そうすると、ここのね、距離、こいつの距離がね、こう、わかるかな。多分また取れなくなっちゃうな、これじゃ。歪んでんだよね、なんか。このホース刺しちゃうと、もう全然これがこんなって斜めになっちゃって、ジャバジャバ出てきちゃうっすよ。この前はだから抑えながらやったんだよな。どうしようか。どうしようかな。困ったな。そうだっけ。わかりますかね。ここで。ほら、当たっちゃうんだよな。あ、こっちへもっと締めるとね、こっちへ、ここの位置よりこっちがね、上に来ちゃってるもんで、わかるかな。そうだっけ。これが今きっちり最後まで締めた状態ね。これ以上はいかないんだけど、ほら、こう、ここわかります？ついちゃってんだよね、蓋にも。オスが刺さったまんまだと閉められないんだよな、蓋ちゃんが。よし、無理やりやると閉まるんだけど、蓋がこう結局ね、斜めになっちゃうような状態になるんだよ。このここも歪んでんだよね。なんとかなんねえかや。なんとかなんねえか。なんとかなんねえか。よいしょ。漏れるの覚悟してやるしかないかな。また。よし。今とりあえずはまってる。斜めになっちゃうでしょ、ちょっと。で、ダバダバ水が前漏れたんだよな。入れてみりゃ分かりますね、漏れるかどうかは。さ
ってお水を入れるんですが、その前にちょっとよいしょ、エンジンオイルだけちょっと見ていいかな。あれ、よいしょ、わーお、真っ黒です、真っ黒です、ほら、わーお、皆様これそろそろオイル交換をした方がいいかも。ほら、いっぱいになるとこっから漏れてくるもうこれどうしようもないな、これはどうしようもないんだな。前回の時もそうだったんだけど、手でこう押さえてる、ずっと。あ、ダメだね、何したってダメだよ、そりゃそうだ、斜めになってんだもん。ちょっと待って、ここ塞いどこ、ほら、ダメです。あー、出てきちゃう、出てきちゃうよいやー、こっちまでか。これは俺のせいじゃねえしな、歪んでるこっちが悪いからなでもこれでエンジンかけるとちょっと入院コースになっちゃうな俺が。どうだ、あ、ダメじゃんあ、ダメじゃん、ダメですね、何やっても漏れてくるなそりゃそうだよね、きっちりはまらないんだもん。ここね、当たっちゃってこう、ちょっと考えます。3100ちゃんやろう。これですね、これを今つけてる最中なんです、途中で終わらしてた。今2箇所ね止めてあるので、あと何箇所だ、 1,2,3 箇所なんとかちょっと止めていきたいと思います。これもなかなかねちょっと頑張っていきますね。まずこのこいつでブスって穴を開けてからクリップを刺して、そのクリップを裏からくにって曲げて止めると。よし、やっていきます。なんとかついたよ、なかなか苦労する。これあとはウィンドウがはまればこう一回ギュッと押さえられて、なんとか、あれだな、両面テープっていうか無印シートみたいなやつですね。ちょっとつけてみよう。はい、こんな感じにつくわけですね。今ちょっと一箇所だけしか止めてないけどね、どうかな、あっちこっちバカなになって止まらないかもね。まあそれは後で考えりゃいいや。でこっちもちゃんとこう押さえられて、あ、こうなるわけね。よし、うん、ではちょっともう一回外して、今度はガラス、ガラスね、ガラスが入るかどうかだ、そっちの方が心配ちょっとやってみますね。